はい、どうも、ジッコのトギショウのりょうたです。今日は新商品を紹介していきたいと思います。で、今回紹介する新商品は SRS13 シリーズっていう新しいシリーズを紹介したいと思います。で、そのシリーズっていうのがこの2種類になります。こちらは2本とも刺身用の、柳刃っていう包丁ですね。それで今回の SRS13 シリーズは2種類のハンドルがあります。で、その2種類っていうのがこの2つの形状なんですけど、1個が鉄砲型、1個が八角絵っていう感じになっています。はい、それでこちらの本体の方、この包丁の刃の方は2本とも同じ鋼材を使っていて、その鋼材が SRS13 っていう鋼材になります。その鋼材名からそのままシリーズ名を取ってるっていう感じですね。それでこの SRS13 っていうのは粉末排出鋼の一種になります。それで粉末排出鋼っていうと SG2 とか ZDP189 とかっていう鋼材とかもあったりします。で、これらの鋼材を知っている方は結構わかるかなって思うんですけど、粉末排出鋼っていうのは基本的に結構硬くて切れ味も良くて切れ味の持続性も長いっていう鋼材が多いです。で、今回の SRS13 っていう鋼材も、硬度もかなり硬くて切れ味も良くて切れ味の持続性も長続きするっていう鋼材になります。で、特にやっぱり長切れの部分がかなり光るものがあるんじゃないかなと思っていて、この SRS13 っていうのは、包丁の長切れがかなりいいタイプの鋼材になりますね。で、この SRS13 っていう鋼材は、錆びにくい鋼材になっていて、ステンレス鋼に近いような鋼材になっているので、普段仕込みとかで長時間使っていても錆びにくくて、かなりメンテナンス性が高い鋼材になっています。それでこの SRS13 っていう鋼材はかなり固めで、切れ味の持続性も長いです。で、切れ味の持続性が長いっていうことは結構削れにくい鋼材になっているので、実際にこの包丁を研ぐ時とかはちょっと時間がかかってきたりするかなとは思います。なので、この SRS13 っていう鋼材を研ぐ時とかは、400番とかちょっと粗めの砥石からスタートして効率よく研ぐのがいいのかなと思います。これが SRS13 という鋼材の簡単な紹介になります。で、続いてハンドルの方の紹介をしていきたいなと思うんですけど、こちらの2つのハンドルは両方ともターコイズ風の樹脂絵になっています。なので、木材じゃないのでかなり衛生的に使えるかなと思います。上の方は八角絵になっていて、ニッケルの銀が3本巻いてある形状になっています。それで下の方は最近のジッコの流行りの鉄砲型になっています。で、この鉄砲型は握った感じがかなり握りやすくて、握り心地もいいので、実際に実行の店舗とかが近くにあって行ける方とかはぜひ握ってみてほしいです。で、こっちの鉄砲型も上下にニッケルの銀がついているので、かなり高級感があるかなと思います。ちなみにこちらのターコイズ風の樹脂絵は実行の4代目の社長がめちゃくちゃ気に入っている絵で、実行4代目の社長のおすすめの絵になっています。なので、ぜひ実行でかっこいい絵を探している方はこのターコイズ風の樹脂絵めちゃくちゃおすすめになっています。それでこんな感じで本体の方も錆びにくくて使いやすいですし、絵の方も樹脂絵になってて衛生的なので、全体的にかなり清潔で衛生的に使える包丁じゃないかなと思います。それで今回のこの包丁の構造なんですけど、今回の包丁は2層の鋼材になっています。なので、普通のステンレスと SRS13 っていう鋼材がこう2層になっているタイプですね。この包丁でいうと、この切り刃のとこに、刃境、刃文みたいなのがあると思うんですけど、この刃文から僕の親指のこっち側の部分が SRS13 っていう鋼材が出ている部分になります。で、2層がどうなってるかっていうと、こっちに柔らかいステンレスがあって、こっちに硬い SRS13 っていう鋼材が2層になっているっていう感じですね。で、この切り刃を斜めに削ることで SRS13 っていう鋼材が途中から出てきているっていう感じになります。で、今回のは2層の鋼材になるので、1枚ものの全鋼って呼ばれる鋼材よりはかなり研ぎやすい構造になっています。で、なんでそうなるかっていうと、全鋼っていうのはこの刺身包丁って実際に研ぐとこっていうと、基本的にはこの切り刃って呼ばれるここの幅がメインになってくるんですけど、ここが全鋼だと全部硬い鋼材になってしまいます。なので、結構削るのが大変なんですけど、こっちの2層のタイプだと、こう見てもらっても分かるかなって思うんですけど、ステンレスの部分が3分の2ぐらいかなと思います。なので、硬い SRS13 っていうとこは3分の1ぐらいなので、削るとこの大部分はステンレスになってくるので、全鋼よりもかなり研ぎやすくなっているっていう感じですね。なので、今回の SRS13 シリーズがおすすめの方っていうのは、切れ味をなるべく長続きさせたいっていう方や、錆をなるべく発生させたくないっていう方、あとは包丁を衛生的に使いたいっていう方にかなりおすすめの包丁になっています。それで SRS13 シリーズの今作っているサイズなんですけど、
今作っているのは8寸と9寸と尺っていうサイズの3種類になります。なので、まあ、240mm と 270mm と 300mm っていう感じですね。それでは今から実際にこちらの SRS13 シリーズを使って刺身を引いていこうかなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、かなり切れ味もよくスムーズに弾けたんじゃないかなと思います。ということで今回は SRS13 シリーズの紹介になったんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、錆びにくくて切れ味も長持ちする包丁が欲しいっていう方はこの SRS13 シリーズぴったりなんじゃないかなと思いますので、ぜひいろいろ見てみてください。 あと実行4代目社長のおすすめの包丁もこちらになりますので、実行4代目の社長おすすめの包丁が欲しいっていう方もこの SRS13 シリーズをチェックしてみてください。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が少しでもいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。